体10キロチャレンジ。うわーすげえこれ。いやーいいよ。すみませんし。どこ？まず超高層マンションの一角ですよ。まあ、僕のね、知り合いの会社の社長さんがいます。君のネットワークどうなってるの？その方たちの協力のおかげでね、AV言ったらこれぐらいやりなさい。これはすごいわ。ということで、今からこれをさばいてもらいますので、ね、まずやばっ、走りにしてもらいます。うわー、さあ、今日取れたてなんです、これ。めっちゃうまいですよ。豊洲の市場で今日取れたてのやつを。俺すっごい滑るやん。今日すごいね。お前らもう滑らそうとしてる。ここに向かう道は面白かったじゃん。単純に触れにくいやん。引き抜きにつまんなくなったから。まあ僕たちあの日々ね、あの何本食べて生きてますから。はい、美味しいご飯をね食べて。間違いないです。また1ヶ月ダンボールで生きていきます。はい、何ですかそんな貧乏系 YouTuber。 はい、食べたい、めでたい。おもんなー。動物が一人いたから。絡めまして、うわいただきます。うまそう。こりゃうわ、贅沢だよ。絶対うまいやん。プリップリです。おお、厚さがやばい。めっちゃ軟式ボールやばそう。はい、行きました。笑ってるでー。笑ってるでー。笑ってるでー。うまっ。醤油の匂いが変わった。ありがとうございます。おお、リボンさんももうこれ一人でいけるって言ってたから。最近一番好きな食べ物が刺身らしい。刺身。3人一斉に行っちゃってください。じゃあ、じゃあもうね、いや俺もね、食べ物ランキングね、2位カレーで1位が寿司だからね。確かに、確かにな。世界で一番どうでもいいランキング。初なんだよね、最近のこれ。おお、これ熱い。人生熱なの。つけた瞬間だから本当にやばい。やばいでしょ。すごい。分かるんだ、モリーさん。いただきます。いただきます。やばい、何これ。うまい。これうまい。すげえ。リアクションがめっちゃいい。じゃあもうこっからはね、ひたすら食べ進めていきます。よっしゃー。10キロなんだけど、身になるのは5キロぐらいみたいな。そう、さっき言ってましたね。そう、だからよく考えたら、ただ美味しい動画、最高だぞ。そうね。ただ幸せなご飯を食べる動画なんです。幸せよ、ほんと。これからもうパーティー、スパーティー。何飲む、何飲む。何飲む。コーラ。コーラ、ウーロン茶。今なんつったお前。コーラちょうだい。今なんつった。なぜのりさんがコーラ飲めないか、それはね、はい、まあ、ある企画です。はい、はい、その状態かんまっ。やべえ。やべえ。やべえ。やばいよ。理由しすぎ。もうこれ、うわぁ、痛みだよね、これ。うわ、この絵やばい。うわ、え、ここ北海道ねえ。ねえ、本当に釧路の高層マンション。いやでも本当にやっぱリボン違いますか。うまい。いや違う、マジで違う。刺身やっぱ最近たくさん食べてますからね。本当に刺身干してるから体が本当に。おお、いただきます。めちゃくちゃ情緒不安定。うまい、うますぎる。油乗ってるし、臭みないし、本当にすごい。油乗ってるけど、全然くどくないよ。もうパクパクいけちゃう。これはある。いいやつ。くどくない。全然くどくない。本当にまさにステーキのヒレで。高いお金払ってても、こういう魚はぜひ食ってほしい。本当に価値観が変わる。この魚、掘り寄せだけでも。10万ぐらい買ってます。すごい。なんか俺、この真ん中の、ここ食ってみたい。これ、なんかこれ超うまそうじゃない？香り良さそうだね。これマジやばいと絶対。いやー、大吉さんやばい。邪魔だな。画面を見てる皆さん、夢の瞬間です。3つ食い。うわ、もう。あー、やばい。罪なんだ。罪な男か、お前は。ほんまに。罪な男か。罪な男。なかなかできないよ。罪な男ですよ、マジで。太陽ね。おー。うわー。うわー。うまーい。食べてや。ちょっと待って、これすごい取るから。寝てもうてるからな。やばいやばい。うますぎて一人寝てもうてますね。なんで。
食え。あまりにもうまぜ。なんぜ。なんぜ。寝ながらお茶飲むからって。お前、終わりそうでいい。早っ。え、ワンリチームもう秒で終わってる。早いって。やばい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 、早いって。やばいやばいやばい、もううまるいや。やばい、止まんねんだ。さあ、味わって食べようよ。ありがとうございます。めっちゃ夢の広告じゃん。うわ、広告。なんかすごい海賊じゃん。夢あるな、この動画。うわうまそう。もう顔がやばい、もう。で、俺の目見て、そこ開いてる。はい、こんなね、アホみたいに食えるアホみたいに食えることないよ。そういう魚じゃないんだから、まず本当ご飯魚の王様なんて言われてますから、タイは。そんなね、アホみたいに。そうそうそう、イワシみたいに食うな、お前はよ。バカバカ食うようなもんじゃねえんだよ、これは。本当にうざい、ちょっともう美味しく食えよ。美味しく食えよ、お前。お前、世界3番目にガサツだけど。プロでね、締めたし。じゃあもう、いやー、これはやばい。その話は、その話はもういいじゃん。うわ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 くちゃふざけてます。このままふざけ倒していきましょう。行きましょう。行きましょう。取られてほら。やばいやばい。みんな進学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 。幸せや。いやマジでしょ。幸せや。幸せやな。飯取る以外の何物でもない。ぜひ夜中に見てほしい。一時に見てほしい。一番かって。このまま行きましょう。うわうわ。やばい。うわやばいやばい。うわー幸せな顔してる。これ夢だマジで。うわ嘘っぽい。嘘っぽいな。これだけなんかうざいな。なんだろうね。みんな同じ動きしてるだけなんだ。ガルフィーにタイの汁ついてるしさ。何してんの。本当だ。あの本当海賊の飯じゃん。マジでマジの。おお。うわあ。うざくないな。なんでうざくない。じゃあ最後に一口じゃんけん食べたい人。おいおいおい、もう一度。いやどうぞ。幸せな顔。あれあれ、どうぞ。あんなに食いたいじゃん。京平さん食うんだもん。どうぞ。幸せな状態で終える。え、なんか好きになってきた俺マジで。ボンレさんいいな。あれもうちょっとお腹いっぱいなんで幸せな状態で終えたいです。ダメです。はいはい、マジダメです。はい、じゃあ勝った人です。いくら僕に勝った人です。はい、じゃあグーじゃんけんぽい。うわーじゃあグーじゃんけんぽい。うわー取っちゃうんだよね。最後の一口です。はい、食べましょう。いただきます。幸せでした。峠さんがね、あんな食べるとはね、ほんとね、魚介マジに食べたら峠さんなかったんだなっていうのは最後のじゃんけんで分かるよ。確かに魚嫌いな人がもう一目散に食べたいね。はい、ということで皆さんじゃあね、はい、海の幸に感謝して、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、ちょっとでもね、腹減った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お願いします。定期的にね、このさんにお世話お願いして、夢の大劇をたくさんやってる。うわぁ、次もあるんだ。やばい、やばい、やばい、やばいね。マグロ一匹ももう用意してくれる。うわぁ、おー、どのやばい、それ。ブリ丸々一匹とか。うわぁ、いろんなの用意してくれてる。やばい。何よかでしょ。何よか、最強でしょ。次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。明日から、それぞれの道へ進む。